皆さんこんにちは、ペツでございます。シティーズスカイラインですね、続きやっていきましょう。でね、前回ちょっとからの続きでね、裏でここで外側へねちょっと高速道路つなげてみましたということでね、今もバンバが入ってきてるんですけど、相変わらずね人口が増えないんですわ。さあこれをどうすればいいかっていうところなんですけどね。安易な考えでねやっちゃったんですけどね。あ、しまった、これ間違ってるな。一方通行。あー、せやね。あー、そういう追ってんのか。だからこっち側にもこの辺からだね。あ、何？あー、こいつ邪魔してんのか。もうちょっと移設。電気大丈夫やね。そうか、ラップにした方がええんか、高速道路だから。まあ、ほとんどがこっち行きようからね。相変わらずな、でも住宅需要が低い。なかなか作れない住宅が。
まあ、あとは線路が混ぜれるかどうかやね。でもうちょっとね、本来もっとこっち寄せてもよかったんやけどね、駅を。ちっちゃい建物ばっかりになっちゃってるから。してもいいんだけどね。人口増えねえな、本当に。さあ、そしてね、ここの高速をもうちょっとこっち側にね、広げて持ってきたいなというのが気持ち的にあったんで、料金所あるからこうだな。無理か。するか。あー、もう一回
いや、いいんやな。うん、つなげちゃいましょう。まあここね、有料でもよかったんやけどね。そしたらこっちとつなげるっていう方法があったから、まあちょっとそれは考えようか。あ、でもな、降りる人おるからな。整地できたらね、貨物駅もっていうところでは考えてるんですけどね、めっちゃここトラック混んでしょ。
あ、綺麗に引けましたね。で、今乗ってる人おらんから変えちゃおう。多すぎたか。15。ああ、15へ遠い。14やな。ほい。よいしょ、いい感じ。ああ、若干釣れんのか。まあまあ、それはいいや。まあ、一度との釣れは許して。ちょっとね、一時的に、ちょっとつなげときましょう。まあ、こんな感じかな。これは失敗したかな。だから地上にね、下ろすからどの道、そう、地上に料金所を作らないかんかったよね。それでは、今回この辺で終わりにしましょうか。ちょっとまた考えます。あ、違う、こっちや。はい、では、また小町タウンを眺めながらのお別れとなります。ご視聴ありがとうございました。これね、はい、それではさよなら。